今年の3月に愛犬が天国に行きました。16年間一緒に暮らしてきました。食べれなかったけど最後まで食べようとしていたね。お水美味しかったね。桜が咲く前に天国に行ったね。最後は天使のような顔をしていたね。一生懸命生きた16年間、一緒に生きてきた16年間、ありがとう。本当にありがとう。